貴船神社は、京都府京都市左京区にある神社。式内社22社の一社。旧社格は、官兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。全国に約450社ある、貴船神社の総本社である。地域名の貴船、貴船とは違い、水神であることから濁らず、貴船という。江馬八祥の森を表す木船山と、倉間山に挟まれた、 森林鬱蒼とする山海に鎮座する。社前には、鴨川の上流に位置する木船川が流れており、軽の支柱を潤す鴨川の源流とも考えられた。水神である高尾神をお祭り、古代の旧八十五座の一座とされるなど、古くから旧の神として信仰された。水の神様として、全国の料理、調理業や水を取り扱う、商売の人々から信仰を集めている。 古来より、歴代天皇は、干抜の時には黒馬を、長雨には白馬を奉納して、祈願をしていたといい、後に生きた馬に変えて、馬型の板に着色した、板立馬を奉納したと伝えられる。これが、現在の絵馬の原型となったため、木船神社が絵馬発祥の社と言われる。さらに木、または紙に描かれた馬の絵によって代用されるようになり、 江戸時代に入って個人が小型の絵馬を神社に、奉納する習慣が広くする流行するに至った。また、縁結びの神としての信仰もあり、小説や漫画の恩苗師による人気もあり、若いカップルで賑わっている。その一方で、縁切りの神、呪祖神としても信仰されており、牛の時参りでも有名である。ただし、牛の年の牛の月の牛の日の牛の国に、 貴船明神が貴船山に降臨したとの由緒から、牛の時に参拝して願いをかけることは心願成就の方法であり、呪祖が本来の意味ではない。平安時代には牛の時であるかは不明だが貴船神社に夜に参拝することが行われていた。時代の変遷とともに本来の意味が変質したものと思われる。付近は京都でも有名な紅葉の名所の一つである。 神髄は、京都の御用の源流である木船から流れるものであり、引用化。創建の年代は不詳であるが、社殿では、藩税天皇の時代の創建としている。社殿によれば、神武天皇の母である、玉依姫命が、黄色い船に乗って、淀川、鴨川、木船川を遡って当地に上陸し、水神を祀ったのに始まると伝えている。社名の由来は、 後船によるものとし、奥宮境内にある五線形石が、玉寄姫命が乗ってきた船が小石に覆われたものと伝える。木の生まれる根源が転じて、稀生根になったとも言う。白宝六年に、最も古い社殿造体への記録がある。日本語記に、延暦十五年、当時の造営の任に当たっていた藤原伊勢人の夢に、木船神社の神が現れ、 クラマデラを混流するよう託戦したと記されている。縁起式神明朝には、山城国阿多ゴ群、木船神社として記載され、名神大社に列している。後に22社の一社とされ、法縁6年に最高位の小一くらいの深海を、授けられている。永正元年7月、出水により、社殿が流出し、天行3年、現在の本宮の地に社殿を再建、座して、 元の鎮座地は奥宮とした。当社は長らく鴨明一日の神社の拙者とされてきたが、これは天領三年の社殿再建が契機となっているとする説がある。近世以降、それを不服として訴えが続けられ、明治以降になってようやく独立の神社となった。江戸時代までは鴨明一日の神社の祭神である鴨明一日の命も祭神としていた。 本宮三道、奥宮社殿は、本宮、結社、奥の宮の三箇所に分かれて建っている。本宮は、高尾人を祭人とする。本殿、廃殿は2007年に改築されたばかりである。社務所等は、元宮境内にある。結社は、本宮と奥の宮の中間、本宮から上流側300メートルの場所にある。その立地から中宮のとも呼ばれている。 岩永姫命を祭人とし、縁結びの神として信仰される。岩永姫命が縁結びの神とされることになった理由として、次のような伝承がある。天孫ににぎの孫が岩永姫命の妹の、この花作屋姫と結婚しようとしたとき、姉妹の父の大山住命は、岩永姫命も共に立て祀った。しかし、ににぎの孫は、 この花咲く八姫とだけ結婚したので、岩長姫命はそれを恥じ、縁結びの神として、良縁を授けんと言って当地に沈まったという。以前は、境内の細長い草の葉を結び合わせて縁結びを願っていたが、現在は植物保護のため本宮で授与される結び文に願文を書いて指定場所に結ぶことになっている。境内には、岩長姫命の御両線として、 平成8年に奉納された船型の自然石、天の岩舟が置かれている。また、口述の泉式部の火火がある。奥宮は、本宮の上流側700メートルの場所にあり、以前は、ここが本宮であった。闇神を祭神とするが、高尾神と同じ神であるとされている。当社は、古くから文芸にも多く登場している。泉式部火火神人髄 貴船神社のおみくじは、くじを引いて、巫女に告げるのではなく、一見真っ白に見える紙の中から一枚を選び、境内の冷戦に浮かべると吉凶がわかる、水裏なおみくじである。当社のおみくじには、大凶が本当に存在するが、神社側では、大凶が出たと言っても、その後の人生が決定されたわけではないので、あくまでも参考程度に止めてほしいと述べている。また、 当社のおみくじには QR トラレーターが印刷されていて当社を訪れる外国人観光客はそれぞれの言語でおみくじを読むことが可能になっている当社から感情を受けた木船神社が日本各地に約450社ありまた祭神を同じくしお上を社名とする神社は2000社を超える木船の川床ありがとうございます